サラピンこの後午後5時まで生放送でお送りします今日は彦根からお送りしているサラピン月曜日ですはい まあこのスタジオにね立命館大学の学生さんや先生にもね何度かお越しいただきましたけれどもえ立命館大学では地域の方々と連携してさまざまな取り組みを行っているんですがこの番組でもいろんな取り組みを紹介してきました立命館大学や市民の方にもご出演いただきましたで10回目となるんですね、今回きょうはですね立命館大学大阪茨城キャンパスで来月開催されます 立命館でアジアとつながる国際交流フェスタアジアウィークをご紹介していきます。面白そう。でスタジオには私と朝子さ,さん二人がいるんですが、はいはい、実は KBS 京都、京都市上京区の本社第音スタジオに三人の方に来ていただいてますのでご紹介します。はいはい、え立命館大学大阪地域連携室長で政策科学部の森道也教授、そして 大阪茨城キャンパス地域連携課課長補佐の西田敦史さんそして RBC 立命館大学放送局アナウンサーでアジアウィークの司会者の元木萌実さんです三人の皆さんよろしくお願いしますお願いしますお願いします。こんにちはライオンスタジオ狭いスタジオですよね <laughs> <laughs> 大丈夫ですか皆さん大丈夫ですあ,ありがとうございます今のお声はどなたですか 森森ですあ森先生よろししくお願いしますまず大阪茨城キャンパスでなぜ「アジアウィーク」という催しを開催されてるんでしょうかはい大阪茨城キャンパスは今から5年前2015年に誕生したのですが、はい、関西国際空港と伊丹キャンパスからの交通の便がよく、うん、本学の中でも都市型の立地であることを生かしてアジアの玄関口<う>ゲートウェイであることを意識した研究 教育活動の展開を試みているところです。じゃあもう最初から立地条件もアジアを見据えてらっしゃった感じですね。そうです。今そのアジアには、えー、世界人口の約六割の方が住まれています。そんなにですか。はい。でその活力は、えー、世界的にも着目されているところですし、私たち立命館としても注目しているところです。はい。まあその若者の中には。 日本で学ぼう、日本から学ぼうという方も多くいらっしゃいまして、うんうん、そういう方にぜひ大阪茨城キャンパスで学んでいただきながら、はい、日本の学生の皆さんには意欲あふれる彼彼女らと切磋する琢磨する中で成長していただきたいと思っています我々もそうした環境を整えるために地域社会の理解を得ながら 学生が生活するキャンパスそのものの国際化に努めているところです。確かにね国を越えて国境を越えてね,、はい、ね日本に勉強してくる人って本当に意欲に溢れてすも,、ねうん、もうすごい意思も強いですしね。ね<ー>はい。で立命館大学の地域連携科の西田さん。うん、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いしますの。アジアウィークは去年5年目を迎えたんですよね。はい。どんな盛り上がりだったんでしょうか。はい。 えっと去年はですね、90以上の企画がありまして、1万人を超える方にあのキャンパスまでお越しいただきました。すごいですね。はい、どうもいろいろありがとうございます。学園祭とはまた別でしょ？そうなんです。アジアウィークだけで1万人超えるフェスです。そうなんです。もう毎年毎年、まあ少しずつ積み上げまして、1万人を超えるというところまで来たんですが、定着するじゃないですか。ね。 ただ今年はやはりあのコロナウイルス<ー>、はい、やはり今年はまあこのキャンパスでですね1万人を超える密な状況を作るわけにはいきませんから、はいはい、せっかくまあ作り上げてったイベントなんですけれどもどうしようかと、うん、こういうところであの中止という話もあったんですがなんとか実施できないかなということで今年はオンラインイベントとして実施したいなと思っております。 で特にあの、まあ、ホームページを立ち上げましてですね、うんはい、えこのホームページに動画をあの、まあ、掲載していくというような形で実施していきたいなと思っています。で実施の期間は例年より少し遅くなるんですけれども、はい、クリスマス前の12月の14日から20日にかけてえ月曜日から日曜日までですね、はい、あの実施をしていきます。ええ、でこの20日はですね あのー、最終的には生配信もたくさん<ー>あの配信していく予定ですので<ー>ちょっと失敗したり、えー、ねあの噛んじゃったりまあいろんなことはあるかと思うんですけれどもそんなライブ感も含めて、うんえー、リスナーの方であれば楽しんでいってるんじゃないかなと思っております僕は毎週毎週そのライブ感感じてますけどね <laughs> ありがとうございます <laughs> でまあ今回のまあその内容なんですけれども、はいえー、基本的なその国際交流異文化理解といって そういったグローバル教育の取り組みを発信するのももちろんなんですけれどもさ、うん、まざまな内容としましては、えー、一つは、えー、中高生を交えてネパールにおける貧困解消に向けたワークショップであったり<ー>実際シンガポール国立大学とあのオンラインでつなぎまして、えー、でレゴを使った、えー、ワークショップ異文化理解というい たあの企画もございます。レゴってあの<ー>ブロックみたいな。そうです。遊ぶ子供たちが遊ぶレゴですか。え、あの一<ー>つのレゴを通じてシンガポールの方と日本の方、あのまあ考え方が違うということをですね、はい、いろいろワークショップでやるという企画になりますね。<ー>はい。まずこういったアジアウィークらしい企画ももちろんですけれども、うん、えー、毎年協力いただいている。 南紀白浜アドベンチャーワールド、はい、お今年は10月にですね、ええ、エンペラーペンギンが生まれたばっかりっていう話もありまして、そんな企画も練っていただいたり、はいえー、それからあの無料のオンライン上映会、映画ですね、<う>今あの、日本、アジア、世界で活躍されているリム・カワイ監督<う>、えー、この監督の上映会やアフタートークなども考えていきたいなと思っております。すすごいいいじゃないですかすごい で、最後にはやはり大学らしさを感じていただくために立命館応援団演舞演奏をそうした、えー、チャーリーラーブの笑顔であったりですね、うん、吹奏楽部のハーモニー、まあ、こういったものであの皆さん心を、ね、あの揺さぶられていただきたいなというふうに思っております。はあ うん、まあ、こういった、あの、たくさんの企画、もっともっと、いっぱいあるんです。<ー>あの、カンボジアの案件であったりとかですね。お子様がいらっしゃる方には、立命館小学校のですね、教育講演会だったり。はい、お女性の方に関しては、お化粧の、あの、講座とやったりですね。ええ<ー>。さまざまな、あの、企画をご用意しております。で、今年は、もう、これが、あの。大石、大阪、茨城、キャンパスと一応、一番大きなイベントになるかもしれませんので。うん、はい。あの、立命館だけのイベントではありません。 皆さんに参加してていいたただきたいなと思っておりますリスナーの方の中でもインターネットあまり詳しくないけどっていう方いらっしゃると思うんですが、はいまあ、立命館大学アジアウィークこれ面白いなとか面白そうだなと思われた方は、うん、どうすればこう、うん、アジアウィークに接したり参加したりすることでできるんですか、はいえー、っと11月の下旬にですね 特設ホームページを開設すべく今あの作業を進めております。はい。で皆さんのおパソコン、携帯、スマホでですね、立命館アジアウィークとあの検索をいただくか、はい。立命館大学ホームページのバナーからですね、うん、お越しいただければと思っております。はい。で特にこのイベント期間中はですね、あのさまざまな動画見れますし、ええ、特に最終日。 え十二月二十日には生配信企画も多数企画あの用意しておりますので。はい、えー、この特設ホームページであのご案内します告知ページなど。事前にご確認いただければなと思っております。まあアジアウィーク長い期間ですからね、さまざまなイベントありますので。えー、ぜひアクセスしてもらいたいと思うんですが、うんうん、まあ十一月下旬に立ち上がるということですので、もうちょっと。してから、えー、アクセスをお願いいたします。でスタジオの方にお越しいただいて、もう一人ですが、元木さん。はい。こんにちは。こんにちは。 えー、学生さんの一人として今年四4月から授業オンラインだったんでしょ、はい、そうなんでですよ大変した、ね、結構、もう半年間キャンパスにも通学できずに、えー、部活動もないし、うん、なんかこう文化祭とか何もなくなってしまって学生同士の関わりっていうのが本当になくなってしまったんですよね。えー、で だからこそ今回このコロナ明けの最大級のイベントであるこのアジアウィークが、うん、学生と学生をつなげるような地域と学生もつなげるようなそんな役割を担ってるんじゃないかなと思ってます。本木さん何年生ですか 2> 2回生です2年生でですす年かじゃあね、はい、ようやく学校にも慣れてきてよし、この2年生からもっともっと大学生活楽しむぞっていうところですもん、ね、うんそうなんですよ、もう遊び盛りのそ, <laughs> <laughs> ねえ、まあ、そんな中でようやくやってくるイベント12月14日からの立命館大学、はい、アジアウィークに向けてまず地域連携課の西田さんから、はい、抱負、お願いできますか。はい えー、今回のこのアジアウィークはあのオンラインになりますので今までのキャンパスで,です、ね、あの皆さん集まって飲み食いしてわーっと遊ぶようなそういったイベントではなくなったんですけれどもあのインターネットで、ね、皆さんがあの少し検索してつなぎに来ていただければさまざまな企画に触れることができます。はい、まさにこのののオンンライとといいいううももはその距離や時間というものを超えててつながっていける 人人と人がつながっていけるイベントでですので、うん、本当にあの立命館の関係者だけじゃなくって、はい、近隣の方かなり遠方の方海外の方にもご参加をいただきまして、えーえー、皆さんがつながるということを感じていただければなと思っております、うん、これからあの頑張ってあ、ま、と1か月ちょっとですけれどもこのイベントを作り上げていきたいなと思っておりますので皆さんまずは一度、えー、アクセスをお願いできればなと思っております。 森先生もアジアウィークの抱負をお願いしますはい、まずリアルな立命館大学大阪茨城キャンパスのロケーションなんですがまあ、全国でも珍しい平のないキャンパスで普段ですと隣接する岩倉公園で遊ぶ親子連れや周辺の散歩を楽,楽しまれる方々も多く憩いの場となっていますリスナーの皆さんにもぜひ機会がありましたらお越しいただきたいと思いますとはいえ今 あのコロナの関係で建物には入れないんですけどね先生あそうなんですよねほんま残念なんですけれども、まあ、アジアウィークは大阪茨城キャンパスの取り組みを広く地域社会の皆様にお伝えする大切なイベントだと考えています先ほど西田さんのお話にもありましたように、まあ、昨年度は1万人以上の方にお越しいただきましたそれが叶わないのは重ね重ね残念なんですが、うん、オンラインだからこそできる アジアウィークの良さを多くの方に伝えていきたいとそういう思いで準備を進めています、はい、まあ我々主催者にとっての重要な問いはコロナ禍にあってもなぜこのイベントを続けるのかということです,です、ね、もっと言えば大学の役割は何なの,のかということがかえって問われているような気もしています、うん、コロナ禍で様々な物理的な制約はあっても考える思考する といったことはどこまでも伸ばしていける試みだと営みだと思っています。はい、大学は地の拠点です。まあ、そうした悪条件に負けずまあ、我々が何ができるのかを考え、続けて考えていることをお伝え、続けることが大学の大切な役割なのではないかと思っています。うん、オンライン上での今年度のアジアウィークというイベントにはこういう思いを込めたいと思います。 あそこさん、どうですか?。胸が熱いです。ぐっときました。ね<え>。はい、森先生。はい。まあ、大学というと、学生さんがね、単位を取って、しっかり卒業するところというのが。多くの方のね、大学に対するイメージだと思うんですが。うん、アジアウィーク、これ、大学の新しい形、示してくれそうですよね。はい。それを試みていきたいと思っております。アジアウィーク専用のホームページまで。お尋ねいただければ。うん、例年ですと、お越したくのが難しい方々にも。 成果外の我々立命館大学の試みが伝わるのではないかと思っております是非、はい、ともお越しいただきたいと思っています、うん、で、このオンライン上での試みやその成果につきましては今後の茨城キャンパスの活動にも生かしていきたいと思っております2024年には金ガスキャンパスに一部機能は残すんですけれども映像学部が加わるほか<お>へー 美和国札キャンパスからは情報理工学部が茨城キャンパスに移転してきます<ー>学生の規模今七千人なんですけれども、うん、約一万人となってきます,す変化がすごく大きいですそういった新たな条件の下で学生地域社会のつながりを、まあ、我々考えながら面白い実験的なキャンパス化学反応が起きるキャンパスこれを目指したいと 思います立命館大学、大阪茨城キャンパスの展開にご期待ください。あそこさん、これね、去年までで1万人の来場者があったということで、われわれ驚きましたけど、ししまたオンラインにすると、もっとね、ね60億ぐらいとか、70億に開かれた大学になりそうなね、それを期待しています。ですよね。 だから本当になんかピンチをチャンスにじゃないですけどこのチャレンジはねこれから人も来れるしコロナが収まったら世界にも発信するということでこれいい流れになりそうですねそれをご期待いただきたいと思いますしもう我々止まらず走り続けたいと思いますかっこいいかっこいいですねもうグッときましたしかも総合司会全世界に配信される総合司会はい2年生の本木さんはい アジアウィークへの抱負どうですか？そうですね。もうコロナで国際交流の実現が難しくなってると思うので、ええ、もうこのアジアウィークの司会を通してこう国際交流の橋渡しになればいいなと思ってます。<う>で、まあ、このラジオを聴いてくださってる方、もしくはその周りにいらっしゃる方の中で。 アジアに関心がある方がもしいらっしゃったらぜひアジアウィークを紹介していただいて多くの方に参加していただきたいなと思っております、はい、で、まあ、私も総合司会としてアジアウィーク、うん、もちろん盛り上げていきたいと思ってますし、うん、私自身も楽しみたいと思ってます。そうですよね,、はい、ね総合司会 モトキモエミ何すか今のモエミモトキ世界に配信されてね <laughs> 最悪<や>すごい最悪最悪ですか <laughs> 結構頑張って言ったつもりですけどね<え>、はい、でも将来やっぱりあのね立命館大学の放送局といったら、うん、まあたくさんの方がね、えー、全国の日本のね放送局のアナウンサーになっていらっしゃいますけどこれきっかけにモトキさん自身も、ね、<laughs> 日本の放送局進出いや 世界の放送局 <laughs> 進出狙ってるんじゃないですか？<laughs> そうですねはアナウンサーはちょっと難しいと思ってるんですけど<輩>でも人の前で話すの結構好きなので、はい、そういう仕事に就きたいなと思ってます。いやこれをきっかけにかね。 ぜひ夢持ってください。<laughs> 声いいですからね。本当ですか。ね、ありがとうございます。はい。ぜひあのその夢に向かっても一歩踏み出してくださいね。はい。ありがとうございます。え今日は KBS 京都の本社スタジオから三人の方に登場いただきました森道也先生そして西田敦志さん元木萌美さん。 三人の方どうもありがとうございましたあり,まありがとうございましたありがとうございました,ましたアジアウィークに期待しますぜひ皆さんもねま、はいえー、もなく立ち上がる、ねえー、立命館大学のホームページアジアウィーク、うんえー、こちらの方を検索してアクセスして、えー、世界に広がる立命館大学のチャレンジも、はいえー、見つめていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします ニトリヨドバシカメラは最新暖房家電・冷蔵庫洗濯機空気清浄機加湿器テレビカメラ・テレワーク関連商品も親切・丁寧・豊富な商品知識と品揃え GoTo ト,トラベル地域共通クーポン券をご利用でもポイントカードご利用で10%還元で安いなんて言ったって安心のヨドバシカメラ安い京都産が、FC、ホームゲームムゲ 11月11日水曜日は JAL スペシャルデーサンガスタジアムバイ京セラで東京ヴェルディと対戦午後7時キックオフチケット購入方法につきましては京都サンガ FC オフィシャルチケットサイトをご覧ください投資を胸に感動を共に